ヒッタイト帝国の首都ハットシャの門を飾っていた心臓のレリーフ。王の姿を映すと言われるムルシリ二世はヒッタイトの大王。シリアなどへの遠征を行ってオリエントにおけるヒッタイト帝国の誠意を高めた。知性を記録した年度版文書が発見され、その復元がかなり詳細にできる数少ないヒッタイト王である。大王シュッピルリウマ一世の息子として生まれた。 兄には、王位継承者のアルヌワンダ、エジプト王妃の無子養子候補となりながら暗殺された、ザンナンザ、カルケミシュの副王、ピアシリ、ハルパの副王、テリピヌがいる。下の二人の兄は、副王として、帝国の安定に貢献したが、母の出自ゆえか王位継承権がなかったと思われる。シュッピルリウマ一世の治世末期より、ヒッタイト国内で薬病が流行して、 紀元前1320年頃に、シュッピルリウマは病死し、兄のアルヌワンダ二世が即位した。この頃のムルシリの活動としては、西方のセハカワの国で兄弟に、国王の座を追われカルキスサの町に逃げたマナパタルフンタを調約して、味方につけたこと、そしてこの絵隊長となっていたことのみが伝わっている。やがてシュッピルリウマの命を奪った薬病は、アルヌワンダの王子。 そしてついには、アルヌワンダ自身の命をも奪った。こうして、本来は王位につく可能性が低かった、ムルシリに王位が回ってきた。なお、ムルシリというのはおそらく即位後の名前であり、本名は伝わっていない。彼がヒッタイトを苦しめる薬病退散を祈って、何度か薬病流行の原因について、信託を受けた詳細な記録が発見されている。によれば、父、 シュッピルリウマが、実のニートドハリや三世を殺して大いについたこと、シュッピルリウマがエジプトに向こう入りする途上で殺された、息子ザンナンザの報復のため、属国のアムカを攻撃をしたことなどが挙げられている。その都度、ムルシリは神に供物を捧げて、薬病退散を祈願したが、効果はなかったようである。ムルシリは神々を呪い、 なぜ正しい自分がこのような最悪に見舞われているのかと嘆いている。その嘆きの様は旧約聖書の呼ぶ気に似ており、最古級の文学作品としても評価されている。筆体と帝国の藩と。緑色部分はエジプトの勢力範囲、ムルシリの知性は彼自身が残した年代記が発見されたためかなり詳しく復元されている。彼が帝王教育を受けず、 経験不足と侮られたことと、薬病による政治混乱により、即位直後の筆体と各地での反乱につながった。北方の菓子家族、東方のアジー、西方のアルザワ国、南東のアッシリアなどである。ムルシリは司法に懲罰の遠征を繰り返し、在位7年目までにほぼ菓子家族を鎮圧し、アルザワをおおむね影響下に収めた。ムルシリは、 知性の最初の数年で各地の占領地から住民10万人以上を強制的に筆体と本国に移住させたが、これは本国が薬病による人口減少に悩んでいたためと思われる。知性4年目には、西方のウィルサ王、アラクシャンドゥと従属協定を結んでいるが、ウィルサはイリオス、アラクシャンドゥはアレクサンドロスの天下と思われ、すなわちホメロスの女児史。 イリアスに登場するトロイアの王子、パリスのことではないかという説がある。また、シュッピルリウマ一世の時代に、アムル王国に確保していた、影響力を維持するべく、アムル王、トゥピテシュプに、ヒッタイトの総主権を確認させ、エジプトの影響力を排除することに努めた。エジプトでは、当時アメンホテプ4世の守護王位を継いだ、スメンクカーラートツタンカーメンの時代で、 政治的混乱が続いており、ムルシリ2世はシリアへの影響力維持に成功する。ユーフラテス川中流の要所少エマルシをカルケミシュ復王の支配下において、シリア支配の拠点とした。在位12年目には、エジプト王ホルエムヘブと条約を結んで、アムル支配を認めさせている。 地世9年もしくは10年目に日食が発生したことが記録されており、天文学上の計算を無る知りと同時代のエジプトやメソポタミアの王の記録と付き合わせると紀元前1335年か1312年がこの年に相当するとされ、彼が紀元前1320年頃に即位したであろうという推測が成り立つ。地世十三年目以降の記録はほとんどないが、 少なくとも22年は在位している。おそらくムルシリは25年ほど在位して、紀元前1295年頃に死去し、息子のム当タリが多いを継いだ。ムルシリは自分が言語障害を持っていたことを自ら述べている。おそらく喫音であると思われるが、彼自身は雷の音に驚いて言葉が詰まるようになったと考えていた。火の合ュルイヤは、 彼の在位9年目に死去した。直後に、バビロニア出身の皇太後を丸にガルが彼女に毒を、持った容疑をかけられて、裁判を受け、追放された。ムルシリは次に、ダヌヘパと結婚したが、彼女も後ムルシリにより追放されている。子供は、ムアタリ、ハットシリ、ハルパスルピという、少なくとも3人の息子と、複数の娘の存在が確認されている。 ムワタリとハットシリは、ムルシリの死後王いにつき、ハルパスルピは、戦車隊長になったと思われる。娘の一人は、政略結婚で、アルツァー国の王子ムシフィルワに嫁いだ。ありがとうございます。